アルマプラネタリウムで展示される r z に、ロールスロイス r z には、イギリスの液体酸素、ケロシンを推進剤とする、ブルーストリークミサイルの動力として設計された、液体燃料、ロケットエンジンである。設計は、ロールスロイスによって開発された、ロケットダイン S3D の開発中に転換された、ロールスロイス RZ1 の開発を元にした。 このエンジンの系列は2つ開発された。最初は、静止水力13万 7000LBF で2番目が15万 LBF だった。エンジンは当時としては他に、類がなく飛行時の誘導用に7度の水力変更、可能だった。独特の構造、エフラックス燃焼室は、ニッケル缶をロー付けして作られており、内部をケロシンが上から、下の方向へ流れ燃焼室の開口部で、 マニホールドで束ねられる。地上試験の後これらの下からエンジン内に入り燃焼室の内部は入念に検査された。で問題なかったが、スロート部は短く狭すぎた。燃焼後燃焼室内はススで覆われていて、検査は汚れるだけでなく、管に小さな穴がないか最新の注意を払って、検査された燃焼室の上部には噴射された液体がもう一方に当たるように、 液体酸素とケロシンの噴射板が同心炎上になっている。外部の輪は、ケロシンの噴射器で燃焼室の壁を冷却する。記録によると、液体酸素の突出圧力は720プシーで、ケロシンの突出圧力は450プシーである。起動手順を以下に示す。発射には、地上の機器を正常にするために1 3グラムが必要だった。 自動操縦で長手方向に回転しながら上昇して安定を維持する。RZ2M3 の推力は離陸時に15万 LBF で離陸時に全、元で機体の操縦量を持ち上げる推力はおよそ23万 LBF である。自動操縦の限界により機体の操縦量は制限される。水力変更を使用すると横方向の力がかかり機体の剛成が低下する。 水力変更の力はおよそ3000プシーの油圧で制御された。燃焼室の出口の動的圧力はおよそ6プシーだった。ユナイテッド・キングダム・エアロスペース・ウェポンズ・プロジェクトロケット・エンジンズ・スコーマー2008年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。ありがとうございます。